こんにちは、青井彗星です。いつも動画をご視聴いただき誠にありがとうございます。本日はですね、タイトルにもあるんですけども、いつも通りですね、購入した銀貨コイン関係届きましたので、開封して中身を確認していきたいというふうに思います。本日ですね、届いた部分でいくとですね、こちらの2つですね、箱のやつとこちらの封筒のやつ2つということで、それぞれですね、開封して中身を確認していきたいと思います。じゃあまず先にですね、こちらの封筒の方からですね、いきたいと思います。はい、ということでですね、今回届いたのがこちらになりますね。五円王道家の解消体、よく筆子と呼ばれるものですね。昭和24年から昭和33年にかけてですね、発行されていたものという形になります。今がですね、ゴシック体に対してこれが楷書体ということでですね、文字がちょっとこうね、楷書体になっている筆語って言ったりしますね。この動画を見られている方は もちろんですね、知っていらっしゃる方いると思うんですけど、あんまりコインのこととか詳しくない方はですね、こういうのがあるということで、大体ですね、貨幣カタログとかでいくと並品でですね、1枚あたり30円のものもあるんですが、昭和32年だけはですね、250円で取引されているという形になります。ちょっと中身をですね、開けて確認していきたいと思います。はい、ということでこんな感じですね。ちょっと状態はそんなに良くないんですけども、特年のですね、多分昭和32年は入ってなかったと思うんですが、昭和ですね、多分24年から33年の間のやつはですね、ある程度こう入っているという形になります。でこれなんで買ったのかっていうと、一つはですね、今集めている昭和のコインアルバムですね、当然これはなかなかお釣りでは出てきませんので、こういう形でですね、購入して、これでですね、埋めていきたいなと思ってます。はい、であとは筆子自体あんまり持ってなかったんで、ちょっとまとめてですね、購入してみました。はい、ということでこれが一つ目ですね。五円王道家、いわゆる筆子と呼ばれるものをですね、これトータルで30枚か40枚ぐらいですね、購入させていただきました。はい、これが一つ目です。続いてですね、二つ目いきたいと思います。こちらですね、はい、開封していきたいと思います。はい、ということで、またかよって感じではあるんですけども、こちらですね、地方自治法施行60周年記念の1000円、プルーフ貨幣銀貨ですね、購入しました。で今回3枚届いてるんですけど、まず沖縄ですねと、高知、これ坂本龍馬が書いてますね。それとですね、これは結構値段高いと言われている北海道ですね、この3つをですね、セットで購入しました。ちょっと後ほど1枚あたりとかですね、セットの合計金額、下に記載しておきますけども、今回ですね、こちらの3つを購入しました。比較的北海道とかはですね、高かったり、高知もですね、意外とこのやっぱ坂本龍馬のデザインが人気なのかわかんないんですが、高いですし、沖縄は比較的、6500円とか多分6000円ぐらいで取引されていると思うんですけども、こういうものが買いました。最近はですね、こちらの地方自治法施行60周年記念のですね、銀貨いくらで売られてるかちょっと見てはないんですが、銀貨の価格もですね、相場もちょっと下がってきてますので、もうちょいしたら安く買えるかもしれないっていう感じではあるんですけど、一応とりあえず毎月ですね、1枚か2枚コツコツ買っていって食べていきたいなというふうに思っております。である程度ですね、たまったところで、どれぐらい、この地方自治法施行60周年記念の銀貨たまったかですね、皆さんに紹介させていただきたいなというふうに思っております。はい、ということでですね、今回はこちらの沖縄と高知と北海道ですね、人気のあれですね、はい、これと、先ほどちょっとお見せしましたけども、筆子ですね、五円玉、これですね、30枚か40枚のセットを購入したという形になります。はい、ということでですね、また近々、銀貨とかコイン購入していく予定もありますのでですね、またご紹介させていただきたいなというふうに思います。はい、ということで、本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。